東武3000系電車、高下電気鉄道300型電車、高下電気鉄道300型電車は、かつて、高下電気鉄道に在籍していた、通勤系電車。東武鉄道3000系を1989年から、翌1990年にかけて譲り受けたものである。本校では本系列の代替目的で導入された350型についても記述する。 老朽化が著しかった230型の代替を目的として、東部3000行を計24両譲り受け、うち2両を編成9本18両を300型として導入した。なお、同系列の譲り受けについては1986年頃より、すでに、神戸電鉄側から打診を行っていたとされている。東部鉄道の旅客用車両が、 他社に譲渡される事例は珍しく、鉄道線車両の譲渡は1948年に上田マリコ電鉄に転出した総武鉄道も破線系電車以来41年ぶりとなった。入線に際しては、全面の渡り板の撤去や、塗装変更、客室内への車掌用扉開閉スイッチの増設程度の紹介像が施行された程度で、その他はほぼ、 東部在籍当時の使用のまま竣工した。車体塗装は旧在籍会社の塗装をそのまま引き継いでいた230型とは一転し、工芸独自のデザインに変更された。これは前橋市内の専門学校のデザイン専攻学生らから募集、選定したものである。フィヨルドグリーンとベージュのツートンカラーをベースに、腰部に白帯を、 客用扉付近を覗く側面窓周りにフェニックスレッドをそれぞれあしらったもので、側面窓周りの赤塗装が平行四辺形状に斜めカットされたデザインとされたことも相まって非常に派手な印象を与えるものであった。また、元の全面種別表示膜部分には車番を表示する青字のプレートがはめ込まれ、デザイン上のアクセントとなっていた。なお、 春光島職派は装備している台車の違いによって320番台、330番台、350番台にそれぞれ区分されていたが、末尾は当時番号とされていた。350型が装備していた KS、KS-33 台車。300型の老朽化に伴い、その代替目的で、 東部 3050K を1995年から1996年にかけて2両編成7本14両を譲り受けたものである。1995年4月5日より営業運転を開始した。入線に際しては300型同様、塗装変更と客室内への車掌用扉、開閉スイッチの増設程度の紹介像で、竣行している。 車体塗装は300型とは異なり、頭部在籍当時の塗り分けはそのままに、白地に層か太体を、フィオルドグリーン、同彩体を、フェニックスレッド、幕板部体を、ゴールデンオレンジとした。なお、352.353355、編成は、当初より一車提供の全面広告車両として、竣行しており、蒸気仕様に塗装されたことはなかった。なお、 本系列も300型同様、全面種別表示膜部分に車番を表示しているが、プレートをはめ込んだ300型とは異なり、頭部在籍当時から装備している表示膜で車番を表示させる方式とされた。本系列は前述のように台車の際によって制御車の車番が区分されていたが、1993年から1995年にかけて台車を tr-11 に順次統一し、車番も全車330番台に改版されている。また、車体塗装については、後年側面窓周りの赤塗装を廃止、代わりに細い赤帯を腰部に入れたものに、簡略化された。その後、上都から6年余りを経過した頃から、特に走行機器の老朽化が顕著となったことから、350型によって、 代替されることとなった。比較的状態が良好であった317.318編成を除く7編成は1995年から1996年にかけて順次廃車となり、残存した2編成も700型導入に伴い1999年までに代替廃車となって本形式は形式消滅した。営業運転開始後は、 大きな改造や仕様変更を受けることなく運用された。しかし、本系列も、また旧型車の車体更新車であり、走行機器の老朽化が著しく、走行機器保守性の問題、また当時の社会情勢上必須とも言える、冷房装置も搭載しておらず、サービス上問題となりつつあったことから、700型導入による代替対象となった。 700型が導入された1998年以降は、本形式はワンマン運転に対応していなかったこともあって、予備車的な扱いを受けるようになり、300型が全廃となった1999年から早くも廃車が開始された。2000年10月に351編成を使用して行われたさよなら運転を最後に全車廃車となり、 本形式は入選後わずか5年で形式消滅した。ありがとうございます。